ちょっとうるさいコウモリなんだぜ。さて、ファミコンが生まれてから今年でちょうど10年目。そこでこのファミコンパーフェクトビデオでは、この10年間の歴史を振り返って、名作、定番ソフトから超カルトな作品まで一気に見せちゃおうというわけ。それではまず最初にファミコン売上歴代ベスト10を見てみようざーん。10位、マリオブラザーズ。マリオとルイージが主人公としてデビューした記念すべき作品。アーケードでも人気がありました。9位、テトリス。今や知らない人はいないパズルゲームの定番。発売からの超ロングランでチャートインしました。8位、ゴルフ。大人から子供まで幅広いファンを獲得した任天堂の初期のヒット作。 BGM はありません。7位、ベースボール。ご存知ファミコン初の野球ゲーム。投球とバッティングだけで守備は全てコンピューターがやってくれました。6位、プロ野球ファミリースタジアム。こちらはグッと進化した作品。全国大会も開かれ、さまざまなテクニックが編み出されました。5位、ドラゴンクエスト2。1作目の4倍のマップ、パーティープレイの導入と話題も多く、現在の RPG ブームの火付け役となった名作です。4位、ドラゴンクエスト4。5章にわたる壮大なストーリーが感動を呼んだ作品。 AI によるオートバトルが導入されたのもここからでした。3位、スーパーマリオブラザーズ3。マリオシリーズの最高峰との呼び名も高い傑作。マップ面の登場でより戦略的な要素が高くなりました。2位、ドラゴンクエスト3。シリーズ史上最高のヒットとなったこの作品。バッテリーバックアップになったことで復活の呪文はなくなりました。そして1位はスーパーマリオブラザーズ。現在のアクションゲームの基礎を作り上げたマリオシリーズの第一作。今もってそのクオリティは色褪せていません。こうしてみるとやっぱりマリオとドラクエの人気には驚かされるよね。それとスポーツゲームの健闘も見逃せない。日本人っていつからそんなにスポーツが好きになったんだ。そんな中でテトリスのヒットは最近のパズルゲームブームを物語ってるよね。それではこの順位を踏まえた上で10年間の歴史を振り返ってみることにしよう。1983年7月15日、まさにこの日が全世界を制覇することになるファミコンの誕生日だったのである。発売当初はそのファミリーコンピューターの名前の通り、家族で楽しめるゲームマシンというのが売り文句だったファミコン。そこで任天堂は大人から子供まで楽しめるソフトを次々とリリースしていった。今でこそ人気のマリオもまだこの頃は亀を倒すのに精一杯だったんだね。お疲れ様。最初からコントローラーを2つつけることで2人同時プレイを可能にしたファミコン。それはベースボールに代表されるスポーツゲームに生かされた。まだまだ完成されたとは言えないグラフィックながら、当時はみんな熱くなってプレイしたもんである。 BGM がないので結構静かだったりして。初期のソフトは全て任天堂の製品。名作もあったものの、今一つパワー不足の感は否めなかった。メジャーへの道のりは予想以上に厳しかったようだ。そこへ登場したのが北海道のパソコンソフトメーカーだったハドソン。外部のメーカーの参入により市場は一気に活気づいた。次々と新しいサードパーティーがファミコン業界に入ってきたのである。このドアドアは後にドラゴンクエストを作ることになる中村浩二さんのデビュー作である。同時にアーケードメーカーの参入も始まった。ゲームセンターと同じゲームが自宅で何回でもできる。この魅力によってファミコンは徐々に人々の心を捉え始めたのである。ナムコ初期のヒット作ゼビウスももちろんアーケードからの移植。特定の場所を打つと現れる隠れキャラなる言葉が生まれたのもこの頃だった。サードパーティーの参入はメーカー間の競争意識を芽生えさせた。他社よりも早くより面白いソフトを。この結果数多くの名作が生まれたのである。そして初期参入メーカーは10年経った現在もビッグメーカーとして生き残っているのである。何事も最初が肝心ということでしょうか。こうしてファミコンはバラエティに富んだエンターテインメントとして確実にそのファンを増やしていった。そしていよいよ史上最大のアクションゲームが登場するのである。スーパーマリオブラザーズ。
発売とともに爆発的ヒットとなったこの作品。主人公マリオがピーチ姫を助けるために大活躍するのだが、その完成度の高さは驚異的。アイテムを取ると大きさが変わるキャラクター、土管の中に隠されたコイン部屋、ワープゾーンなどなど、アクションゲームの中にパズル感覚や謎解き的要素を盛り込むことによって何回でも遊べる息の長いゲームになったのである。プレイヤーはこのゲームを攻略するために様々なテクニックを編み出した、いわゆるスーパーテクニックである。そしてこれは攻略本を生み出すきっかけにもなった。ゲーム情報誌がお目見えしたのもこの頃。つまりマリオなくして今のゲーム雑誌はありえないのである。はーい、ご苦労様。こうして最初はマニアにしか受け入れられなかったファミコンもビッグビジネスへの兆しが見え始めた。アクション、スポーツ、シューティング、そしてアドベンチャー、ゲームジャンルも一通りで揃い、市場は一気に膨らみ始めた。そして市民権を得たファミコンはいよいよ一大ブームへと突入していくのである。ミスター X、 ゲームトラの穴総帥としてプロゲーマーを率いるゲーム業界影のドン、テレビイベントなどで活躍中。ウィンドマン、世界初のインド人ゲーマーとしてカレーを食べながらファミスタ全国大会3位入賞を果たした元ミスター X の一番弟子。鈴木美香、ゲーム業界のアイドルとしてテレビイベントなど多彩な活動を誇る。口癖は行くときはバックで、なんじゃそりゃ。渡辺浩二、 GTV 編集長、テレビ東京バーチャル情報局にレギュラー出演する変態こけし人間でもいい人。懐かしいね。もう何か中途半端な盛り上がりだな、おめえらな。ちょっと待って、これを見て。あ、出ました。光線銃。最初の子だったね、これ。ワイルドガンマンとダックハンターというね、ソフトがあって。これでこう画面を打つと、打ったところが画面がね、やっぱりポーンと破裂してね、カモを打ったりとか。人が倒れたりとかね。結構画期的なシステムだよな。当たり判定が一体どうやってやってるのかっていうのね。高度なマシンですよね。ただ今アメリカでバズーカとかね、あースーパーミクロのね、そうスーパーミクロなのが出てるから、それの原型となって元祖、そう、ね、だから日本でもそういったバズーカシステムとかが出たら、これを持ってる人はレアアイテムってことだからな。もし家にあったら絶対な大切にキープしておくよ。 他にね、レアアイテム、あのね、ファミリーペーシックした、あったね、これこれ繋ぐとファミコンがなんとコンピューターになってゲームが自分で作れちゃうってね、プログラムを組めるっていうね、うん、実際これでね、ゲームを作ってる人もいるわけだ。未だにね、ファミコンはこれをね、ちょっと改造したシステムで作ってる人いるんですよ。名前は言えないけど、まず言う。あ、クルクルランド俺好きだったけど、あ、私も好きだった。クルクルランドってあのゴミの周りをクリックリクリ回るやつね。操作性が操作性が難しい、うんうん、変だね、あれね、うん、だけどね、あれね、実は知ってます、スーパーマリオを作ったチームが、そのスーパーマリオを作る前に作ったね、うん、スーパーマリオチームといえば任天堂の一線級チームではないか。一線級チーム、うん、というわけでね、ランドが出たところでね、バイナリーランドっちのもあったな。あったね、シンメトリーになったやつね。そう、うん、シンメトリーって難しい言葉使ったけど、うん、左右対称、平たく言うとだな、鏡があって右と左に同じように対称に迷路が動くと。そう、でこれ裏技として鍋さんおすすめの技があるんだけど、ね、天気、男の子と女の子の天気、ね、最後ゴールくっつくんだよな、ね、重ねて、うん、カクンカクンこうやって腰を動かせるんですよ、うん、男の子と上と下に重ねて、うん、あの女の子上と言ったといいんですけどね、うん、そうするとね、カックンカックンやって16連射でやるとね、ピューってね、あの赤ちゃん、嘘、ほら他にもなんか教育も、あ、当時出た、出た、教育もって言ったね、この東京書籍の計算ゲーム1年から6年、あれがね、1年生から6年生まで5タイトル一度に出しちゃった。1年から6年で5タイトルってどういうことだ。そう、5年生と6年生一緒だったね。一緒だった、うん、でもこれがね、なかなかね、一体誰が買ったんだって売れたのかな。結構売れたらしいんですよ。売れたの、うん、これを買ったそうっていうの、 X の分析によるとだ、うん、当時ファミコン自体がまだ今ほど家庭にバーッと入ってたわけじゃないわけ、うん、そうすると親はよく知らないと、うん、でこういうゲーム、東京書籍の計算ゲーム、うん、裏を見るとだな、このゲームをしていると計算の力がつきますって、うん、そうすると子供がお母さんにこれ買ってって言うと、うん、お母さんとかお父さんは、あ、これは勉強やるためのシステムじゃないかって言って買ってくれたっていうね。あと X 買ったところで、もっと超カルトなのがいいな。あの一緒に昔やったあれ、あのバードウィーク、バードウィーク、
よかったね。知ってるか？知らない。あの中古屋で俺100円で売ってんのよ。いやいや、俺たちは定価で買ったけどね。これはね、最近流行りのエコロジーゲーム。そう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 。要するにね、小鳥をね、親鳥がね、育てていくんだよ。口開けてピーピー言ってるんだよね、鳥がね。で、親鳥になって、その空飛んでる虫とか捕まえて、餌やりに行ったり、外敵から守ってあげたりっていう。それでどうするの？何が面白い？子供が育てて巣立ちをするまでをやるんだよ。いいかもしれない。ポピュラスとかシムシティの原型。だからシミュレーションの原型といえば原型なんだよ。そういうのベーシックなところにいいゲームがあるだろう。でもなんかね、そういう変わり種で言うとね、あのアイアムアティーチャーっていうディスクソフト、あの編み物のやつ、あれはね、あれこそ誰が買ったのか分かんないっていうソフトなんだよね。どこら辺の分析だ。これはな、おばさんが買ってた、やり方がね、分かるという。もし家にあったらちゃんと取っとけよ、これはな。結構お母さん本当に買えないんだよね。画面ちょっと出せないんだよね。あのもうなくてね、あとね、メーカーもね、ちょっと行方不明でね、ソフトが手に入らなかったんですよ。これ本当にレアアイテムだからね、中古屋にあったら絶対買った方がいい。レアといえばミニトレーラー、あれこのマットの上でこうやって走ったり飛んだり、エアロビクスをやったりとか。エアロビのソフトって間抜けだよね。あの思い入れの深いこうセフト。はい、X から行こう。もうね、これはね、デッドゾーンっていうディスクのゲーム。まあ、喋るやつね。いいか、これ知ってるやつだけにしか分かんないことやると。なぜ俺はここにいるんだ、テリー、テリーから始まるゲームだ。そう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 、知ってる知ってる。今やっても面白いと思うから。クレイジークライマーとかゲームセンターから一緒に流してください。これゲームセンターでもうよく喋ります今日は。やってましたよね。これをファミコンに移植した時に、さてどうやって移植するのか、皆さん謎でした。これが答え。クレイジークライマーアタッチメント、裏から見るとほらファミコンの十字キーがついてるでしょ。そうだね、いろんなメーカーがいろんなことやったんですよね、試しにね。今思い返すとね、懐かしいとか変だとか言うけれども、やっぱり原型となっているさまざまなアイデアとか新しい実験的試みが生まれたと。いよいよファミコンブームが本格化しようとしていた86年、鳴り物入りで登場したのがこのディスクシステムである。当時のロムの4倍という大容量を誇ったこのシステム、データがセーブできるためパスワードがいらない、ディスクライターで簡単に他のゲームに書き換えができるなど、その利点が注目を集め、次々と新作ゲームが登場した。システム自体は決して安くはなかったが、ソフトの手軽さと目新しさから発売当初はかなりの人気。当時ロムが不足状態だったため、店頭で確実に買えるディスクソフトに人気が集まったという説もあるが定かではない。いずれにしてもディスクシステムの登場によってファミコンが一歩進化したことは言うまでもない。後に発売されたゴルフジャパンコースでは、ディスクライターでスコアを任天堂に送るという方法で全国大会を開催。ネットワーク上でゲーム大会が開かれるという、まさにディスクならではの企画だった。やがてファミコンは黄金期を迎えた。出せばどんなソフトでも30万本は売れるというメーカーにとっては笑いが止まらない時代である。特にアニメ主人公を中心としたキャラクターものの人気は高かった。これはタレントをゲームに起用したたけしの挑戦状、コントローラーのマイクに向かってカラオケを歌うというむちゃくちゃなシステムには業界もびっくり。現在シリーズ化されている人気作品が登場するのもこの頃である。パワーアップシューティングを一躍メジャーにしたグラディウス、不気味な雰囲気で人気を呼んだ超難解アクション魔界村、そしてドラゴンクエスト。当時はまだ寂しい一人旅だったのである。実際のプロ野球の選手名をもじってプレイヤーの感情移入を高めたプロ野球ファミリースタジアムも大ヒット。これに味を占めたナムコは翌年から選手のデータを最新のものと入れ替えるという方法で毎年リリース。もちろんこの動きを他のメーカーが見逃すはずはなかった。野球ゲーム戦国時代の到来である。世間に氾濫した野球ゲームはそれぞれに固定ファンを獲得。ただゲームが違うと操作方法も違ってくるため、マイナーな野球ゲームを買ってしまったばっかりに遊んでくれる友達がいないという悲惨な状況に追い込まれたやつもいたのである。どれとは言わないが、スーパーリア、この頃になるとユーザーの間にメーカーイメージが確立され始めた。ちょうど映画監督
で映画を選ぶようにメーカーの名前でゲームを買う人々が増えていった。いわゆるメーカーのブランド化である。縦スクロールのシューティングといえばハドソン。アクションのカプコン。キャラクターもののバンダイ。クニオくんシリーズのテクノスジャパン。人気メーカーはその名前だけでそこそこの売り上げを記録することができたのである。ナムコのファミリーシリーズもこの当時の人気タイトルの一つである。こうして順風満帆に見えたファミコンであったが、急激に増えたソフトは市場を混乱させた。出せば売れる、この論理はやがて安直なゲームの蘇生乱造へとつながっていった。しかし同時に数多くの個性派ゲーム、新しい技術を生み出していったのもこの時代である。スポーツゲームにアドベンチャーの要素を盛り込んだキャプテン翼。専用コントローラー付きでアーケード感覚で楽しめるアルカノイド。そして喋るゲーム。カスタムチップをロムに乗せることで可能になった技術である。それにしてもよく喋ります。幼い役の先の副将軍二刀に作り込み合わせられるぞ。高速スクロールで立体感を表現したレーシングゲームハイウェイスター。初の2メガソフト頑張れゴエモンからくり道中。このメガロムの登場によってファミコンの世界は一気に広がりを見せた。大容量でなければ不可能な本格派ロールプレイングゲームがブームを迎えたのである。ドラクエ2、このゲームを買うために徹夜で行列に並んだ人は数知れず。そしてこれを追うように発売されたのがファイナルファンタジー、通称 FF。 さらにウィザードリー。こうして RPG 三大タイトルが誕生したわけである。またこれらのシリアスな路線に対抗してコミカルタッチな RPG も登場した。桃太郎伝説は純和風という独自の世界観にギャグを満載したヒット作である。ロムの大容量化はファミコンでは不可能と言われたシミュレーションさえ可能にした。光栄は信長の野望のヒットによってその名を広く知らしめたのである。これらシミュレーションゲームの登場は大人も楽しめるファミコンという新たなターゲットを生み出した。折しもバブルの全盛期、マネーゲームをテーマにした作品も登場し一大シミュレーションブームを巻き起こしたのである。ゲームならバブルが弾けても平気です。ゲームの販売戦略にも斬新なアイデアが登場し始めた。ソフトを前編後編に分けて発売した新鬼ヶ島。そしてメーカーキャラクターとして高橋名人を売り出したハドソン。やがてゲーム業界人は子供たちの憧れの職業へとなっていくのである。ところがファミコンに強敵が出現した。相次いで発売された PC エンジンメガドライブはそのグラフィックサウンドが絶賛され、ファミコンももはやこれまでかと騒がれたのである。だがそんな心配は無用だった。数多くの人気ソフトを抱えるファミコンはニューハード戦争を乗り切ったのである。ドラクエ3はシリーズ史上空前の300万本を超える大ヒット。スーマリ3は技術的にはもう限界と言われていたソフトのクオリティをはるかに上回り、これ以上のソフトは出ないと絶賛されたのである。本当にいろんな種類のゲームがね、もう何でもかんでも出た時期だよね。いっぱい出てきてね、そのなんか変わったものの中で僕が注目してたのがね、ナゾラーランドっていうディスクのなんかマガジンタイプでいろんなゲームあった、6つのゲームが1個に入ってて、書き換えだと500円で雑誌感覚でゲームが入ってる。南京さんのやつだよね。あ、そうそうそう、懐かしいですね。幕の内弁当感覚でいろいろ楽しめる。1個1個はたわいもないゲームなんだけど、なんかね、それ頭ばかりしてやると面白い。でもなんか駄菓子屋さんでいろいろ買う楽しみみたいな感じ。そうそうそう、そういう感じ。リアルさはあって電子出版の走りだよね。そう、電子出版の一つのね、うん、きっかけです。
ですからね。まあ、で出版といえばやっぱ音楽ものみたいのも結構出揃った時期だよな。ディスクものでね、オトッキーっていうね、作曲ができる。飛びながらパンチして。そう。オタマジャクシのようなキャラになってる。ゲームが中に入ってるんだけど。ゲームをクリアすると作曲モードに。作曲モードができるというね。うん、同時期ね、いきなりミュージシャンだとかね。ああの、アドリブが適当にやってれば音楽ができるっていう。アップルタン物語ってソフトもあった。いやあれね、本当にね、あれ一つのジャンルとしてもし整理してたらね、うん、あれもともとリトルコンピューターピーブルってアメリカのソフトだったんだけど、うん、あれが流れがね、こう流れ出て今のシムアンとかね、そっちに行ったのかも。そういう意味だね。シミュレーションだよな。あとルーカスがやってる、あの、街を全部ネットワークするみたいな、ハビタットとかね、ハビタットみたいなものになってるわけだよな。他には、他にはね、あとな、異色物でいくと変わり種というか、その異色で期待度っていうことで言うと、レリクス暗黒要塞があったよな。あれが異色されるって聞いた時ね、本当にもうすごい。これ X 買ったからちょっと言わせてもらうけど、ロードが異常に長すぎる。で、パターンが多すぎる、うん、ちょっと入れたらロード、もう一度しばらく初めてボタン押せるロード、長い間遊べるって意味だよね。そうそうそう。あとパッケージがでかくて、そう、パッケージでかくて、キャンペーンとかいろいろおまけもあって、期待度大だったんだよ。あとあの、ほら、パッケージでかいって言えば、ほら、なんだろ、イマジニアの黄色いパッケージ、ウェーブジャックシリーズ、それだよ、これ、はい、この箱の中にね、いろんなものが入ってるんですね。これも入ってる。カセットだとかね、絵本が入ったりとかですね。ディスクソフトなんですね。そう、ディスクソフト、カセットもある。でこの絵がね、今をときめくですね、あの天宮圭太さんでしたっけ、ウェイラムの監督やってる、彼が絵描いたりとかね。 あと音楽、あのほら、アイドルグループを起用したってことで、そう、ポピンだと、ポピン、この前の消えたプリンセスの時に富田康子ちゃん、あれがアイドル最初に使ったゲームですね、うん、最初かな。ちょっと今日はね、インドマンが普通の人みたいなんで、俺がインドインドになるよ。カラオケスタジオっていうのがあるんだな。あった、これこれこれが、これがね、カラオケスタジオ、こんなパッケージがね、でっかくて、あ、は、この人橋本名人、元気よく歌おう、こんなのも入ってますけどね。今もうね、コーラチームとかの社長がやってるし、システムのようにガボッと差し込んで、マイクがくっついてると、うん、カラオケができたっていう、ボタンもあるぞってやつでね、うん、でもこれ消えちゃったんだけど、もしカラオケ部門の時に出てたらね、うん、もっと売れてて、だから僕ね、スーパーファミコンでこれ今出したらね、すごくいいものができて売れると思う。だから PSG 音源よりはね、ソフトの曲がどんどん新しく、だからディスクだよ、うん、もしやるとしたら書き換えどんどんして、新曲をどんどんとやれるんだったらバーッといくかもしれないよね、うん、あと当時は容量がほら、どんどん1メガ、2メガ、3メガまで、3メガソフトといえば、なんてったっけ、あの不動明王で、はいはいはい、カメラのやつみたいなやつ。ただね、今でいうどこに3メガっていうのは、やっぱ色とかそういう技の豊富さっていうところに費やされちゃったんだよね、うん、技が異常に多くてね、アイテムとかがね、今はまあ3メガっていうのびっくりしないだろうけど、当時やっぱり、うん、当時はそう、ってか、ロムの中に3メガ詰め込むっていうのはすごいこれ大変なことだったんだよ。あとね、技術的なことで言うと、ナムコさんがですね、画面をこう縦に2つに割って、アドベンチャーゲームを2人プレイでね、あ、エリカとサトルの夢ボケ、そうそうそう、夢ボケ、2人で別々のマップ、あの同じマップの中の別々の位置をね、こうやるとこう画面に2つ出てくるっていう、あれもすごいよね、割ってるよね、あれね。でもね、あれね、彼女とやったりするとか、そう、当時はね、親子で教えながら、あのスポーツものとかね、2P 対戦っていうのが主流でね、なかなかね、珍しいゲームですよね。珍しいといえばですね、あの超能力と開発ソフト、あ、清田雅昭、マインドシー、マインドシーがね、あれはすごい、何かと思ったもん俺、あれなんかもね、超能力ブームと乗ってたら、なかなかね、みんな家でやったかもしれない。あとレアアイテムではね、私なんといってもね、ポックンモグラ、ポックンモグラすごいです。モグラ叩き、自宅でモグラ叩きができる、あのモグラ叩きが自宅でできるっていう、これでもインドマン、俺買ったんだよ、中古屋で、悪いんだけどな、でもな、危ないよ、痛いよ、なんで机の上とかに置いたりして、こうやってバン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 叩くとさ、トンカチついてんの、ついてんだよ、ちっちゃな可愛らしいトンカチが、ついてなかったよ、そんなの、中古屋で買ったからね、中古屋で800円で買ったよ、いや、950円、皆さん聞いてくださいね、このインドマンがね、制作に参加して音楽を全部作ったゲームがなんとあるんですね、すごい勝手に白熊、なかなかね、出来上がんなくてね、もうできた時にはね、ブームが終わっちゃって、ね、全然売れなかったというですね。いや、インドマンにちなんだゲームといえば、ナベさんが出ているゲーム、TM ネットワークライブインパワーボールって、なんでなかったらって言ったら、これ、ね、マジでね、僕の顔をですね、デジタイズして取り込んでるんです、本当にそう、TMN のマネージャーの役って非常に美味しい役なんですよ。なんだ、 X がタイトルの言いにくさで覚えてるの、ソルス、ソルスです、あれはね、僕おすすめですよ、 X サシスス、同じメーカーだよね、うん、あの TM と同じメーカーなんだけど、うん、このね、ソルスってね、ちょっと見ていただくところ分かるんですけどね、うん、この後で
実はこれパクってゲーム作った人がいるんですね。見てくる。それは言えないですけどね。これどっかで見ませんか。武漢戦闘シーンっていうのを最近初だって言って言ってたゲームがあるけど、そういうインチキ野郎がいるんですよね。これ鍋さんがやっぱりね、これは初じゃない初じゃないってずっと言ってたんだよ、はい。それでは次行きましょう。赤川次郎の幽霊列車っていうのは私これも渦漏れた名作としてお勧めしたいんです。原作赤川次郎でイラストグラフィックがですね、なんと渡瀬製造さん、ハートカクテルなやつですね。しかも制作がねエニックスなんですよね。本当にいいゲームなんだけど、すごい豪華じゃない。そうだけど、なんかねちょっとタイミングが外して、面白いの、面白い面白い、これは本当ぜひ。だから推理小説読むような感じやってください。あとほら当時石村京太郎とかね、そうだからそういうなんか流れもあったよね。それがいわゆる発展して、うん、だから中村浩一が音切りを作ったのかな。あそうですね、100年ぐらいするとね絶対ファミコンとかね、うん、マニアが できるからね、中華屋にバンバン売るのは良くないと思うよ。ソフトは大事にしてください。で珍しいソフトだったらぜひ買ってくださいね。89年はマザーによって幕を開けた、あの糸井重里さんがシナリオを書き上げたこの作品。ファミコン業界以外から新たな才能がまた一つ登場したのである。同時に漫画史最大の発行部数を誇る週刊少年ジャンプもファミコンの世界に殴り込みをかけた。人気コミックの登場人物たちが活躍するファミコンジャンプである。またこの頃からバンダイの青年連想をターゲットにした作品が注目を集めるようになる。ドラゴンボールシリーズを中心としたこのアプローチは見事に成功、現在の独自のマーケットを築き上げていった。まさにバンダイ大儲けの巻である。キャラクターものではテクノスのクニオくんシリーズも安定した人気を誇っていた。これは時代劇を舞台にしたコミカルな作品。もちろんマリオも健在。良質のゲームが安定してリリースされるようになってきたこの時期だが、目の肥えたユーザーは作品の完成度をより強く求めるようになってきた。ドラゴンクエスト4はこの期待に応えるべく何度も発売時期を延期、作品のクオリティを追求。この結果、対策の発売を待つ買い控えという現象も現れたのである。90年5月の時点でロムの販売数が1億8000万本を超えたファミコン、それは積み上げると富士山の10倍という膨大な数字だった。そしてスーパーファミコンの登場、ゲームのイメージを覆したこのニューハードの登場によってファミコンは次なる道を模索し始めたのである。88年の末に発売されたテトリスは当初はさほど注目されてなかったものの、ゲームボーイ版で大人気となり再び脚光を浴びる、いわゆる落ち物ブームである。この流れは90年のドクターマリオに受け継がれ、ファミコンはよりシンプルなゲーム性を追い求めるようになる。それは10年前発売当時の原点でもあった。10年という歳月の中でゲーム業界を常にリードし続けてきたファミコン、その歴史はテレビゲームそのものの歴史といっても過言ではない。今やテレビゲームが文化として語られる時代に、果たして次の10年はどんな物語を見せてくれるのであろうか。ファミコンの可能性はまだまだ無限である。アクションゲームの定番といえばやっぱりこれだ、スーパーマリオブラザーズ3。では早速ミカリンのスーパープレイをお見せしましょう。まずはワールド 1-2 無限ワンナップ。やり方は意外と簡単なんだよね。尻尾マリオになったら画面の場所に行って飛びながら敵をどんどん踏んづける、これだけ。これを繰り返していけばどんどん得点がアップして、最後にはワンナップが連続して取れちゃうってわけね。マリオが地面にくっついちゃったらそれでおしまいだから注意深く踏むように。さあほらどんどんワンナップが出てるでしょ。ほらまた出た。お次はワールド 1-3 極限ワンナップ。今度のはちょっと難しい。今ね緑のノコノコ動かないようにセットしたでしょ。タイミングを見計らって、せーのジャンプ。
あとはさっきの方法と同じで空を飛びながら地上の敵の上を渡り歩いていけばいいってわけね。ただし今回は敵の数も少ないし場所もどんどん移動しなきゃいけないから続けるのは結構難しいって感じかな。でもその分アピール度も大きいからね、やってみる価値ありあり。ぜひ挑戦してみてちょ。スーマリ3にはワープするための隠しアイテム、フェガールの知ってるかな。ワールド 1-3、 白のブロックの上で十字キーを下に入れるとマリオが突然画面の裏側に。そのまま進んでいくとほら隠し部屋が。これでワープできんだよ。そして2つ目、ワールド1の砦で走って走ってジャンプとマリオがいなくなっちゃったと思ったら、へへ、これで笛が手に入ったってわけ。3つ目はちょっと気づかないスペシャル技、ハンマーを手に入れたらこの場所で使ってみるの。するとほら新しいマップが。あとは先へ進んでいってファイヤーブロスを倒すだけさ。気を抜いちゃダメなんだよ。最後におまけ、宝船の出し方。コインの枚数をゾロ目にしたらその数と得点の末尾の数字を合わせるようにジャンプ。するとマップ上に宝船が出現。一体どんなお宝を積んでいることやら。うわーコインだコイン、それも取り放題の大盤振る舞い。あ、ちょっと興奮しちゃったかな。というわけで最後にマリオシリーズの魅力を一言。マリオはクリアした後でも何回でも遊べちゃう。そして新たな発見があるってことかな。まさに噛めば噛むほど味が出るスルメというところでしょうか。おさまつ。シューティングの名作グラディウス2だ。今回は X の華麗なプレイを諸君に見てもらいながら講義に入りたいと思う。ほらそこのやつ寝てんじゃねえぞ。まずシューティングの基本は記憶力だ。アイテムや敵の出現パターンをいち早く読み取り的確に移動する。これぞシューティングの極意である。おいちゃんとメモっとけよ。グラディウスシリーズの場合パワーアップシューティングだからそのやり方もポイントだ。まず最初にスピードをアップさせることは言うまでもないが、あとはそれぞれが最も自分に合ったパワーアップ方法を見つけるべし。ただし一つ注意、素人が陥りやすいのが無理にパワーアップを取ろうとして死ぬパターン。次たるは及ばざるがごとしだ。カロリーと同じで取りすぎは良くないぞ。さてここでグラディウスが必ず上手くなる超極秘テクを特別に教えてやろう。本来スピードアップは2から3段階がベストだが、それを最初に無理やり4から5段階まで上げてしまうのだ。当然プレイしにくくなること必至だが、この方法でスピードと緻密な操作方法に慣れておくと普通のスピードでプレイするときに非常にやりやすくなるというわけだ。嘘じゃねえぞ、プロゲーマーはみんなこうやって鍛えてるんだからな。さて今度はプレイする時の視線についてだ。下手なやつに時期ばかり見てる野郎がいるが、もうちょっと先を見ろってんだ。ある程度先を見ていないと突然の敵の出現に対応できんぞ。かといって必要以上に目線をキョロキョロさせるのも感心せんな。キョロちゃんじゃねえんだからな。昔 X の親友毛利名人の視線をチェックしたことがあるんだが、実に安定しておった。やはりただのオタクではなかったようだな。それから時期のポジション取りも大事だぞ。敵にビビってどんどん後方に下がっていくやつがいるが、これは百害あって縮毛なしじゃなかった一理なしだ。画面は広いのだ、上下だけ使うのではなく時には前にも出るようにしよう。以上のようにシューティングは非常に奥が深い。しかし誰しもその奥義を極める可能性を秘めているのである。プロゲーマーも最初は素人、
諸君も X 目指して精進すべし。ではまた会おう。さらばじゃ。ファミスタ93、カルトコーナーじゃほとんど素に戻ってたインド版だけど、このコーナーは派手に行くよ。さて、93年度版から実名の選手が登場することになったファミスタ。ご覧のように選手の体型もややスリムになってるね。ひょっとして選手本人から苦情が来たんでしょうか、などと言いつつ、早速投球術から行ってみよう。まずは速球派、当然ストレート中心の配球だな。ただし内角は必ずボールにすること。タイミング合うと一発食らうぞ。フォークボールも有効だ。逆に南東派は打たせて取るピッチング。ホームベースの後ろへ回り込むようなカーブ、シュートを投げていこう。はい、これで OK。 この手の球は意外と合わせにくいので、打たれても長打を食らう確率は低い。慎重に攻めていこう。さて、続いてはホームランの打ち方。ホームランは偶然の産物なんて思ってる人がいるかもしれないけど、ちゃんと打ち方があるんだ。まずはバットを寝かせること。そして打つ直前に体をホームベース方向にスライドさせつつ巻き込むように打つのである。これが引っ張り打ちの基本だ。今んとこもう一度スローで再生してみろよな。バットを寝かさなくてもホームランは打てるけど、このように流し打ちになることが多い。できれば速球にも振り遅れない寝かせ打ちをマスターしてほしい。変化球をバットの中心で捉える方法の一つとして、打席の一番前に立つというのもある。カーブが曲がりきる前に捕まえようというわけだな。まあそうは言っても一番大切なのはやっぱタイミング。ぴったり合えばピッチャーだってフェンスオーバーの大飛球を打つことができるんだぞ。練習してちょうだい。どうしても貸したいという人におすすめなのがこの内野安打テク。左バッターの時、セカンドより左にボテボテのゴロを打つのだ。足の速いランナーなら確実にセーフだぞ。打ち方はいつもよりちょっとタイミングを遅らせてバットを振るだけ。ただしこの時腰を引きすぎるとポップフライになっちゃうので注意してくれよ。結構せこい方法だけど、やられた方はイライラするんだ。これがそれでは、ここでインド式ハメ技を紹介。ノーアウトもしくはワンアウト1、2塁で内野フライが上がったら取るふりをしてボテ、わざと落とす。これであっという間にダブルプレーだ。そして今度はこちらがミスをしたように相手を誘う極悪技。たまにしか成功しないけど、引っかかると気持ちいいぞ。センターバイヒットで残念ながら1点取られてしまったけど、ここからがポイント。ファーストからセカンドへ送球して、あ、しまった、暴投って、ちゃんとセンターがバックアップしてんだよ、間抜けめ。そして最後はダブルスチールってなわけで、相手が人間だけにやればやるほど面白いファミスタ93でした。テトリス2プラスボンブリス、今や落ち物パズルゲームの王道ですね。テトリスのブロックは合計7種類。これをいかに使っていくかが大きなポイントです。例えばこの L 字型ブロック、ラインを無理に下から消そうとせず、可能なラインから消していきましょう。この場合はこうですね。はい、続いてはテトリスを作る準備、いわゆるテト穴の作り方です。一般的にテト穴は縦ワンラインを残せばいいように思われていますけれどもね、それはベストではありません。意外に大切なのが端から2列目のラインですね。テト穴の上部に多少余裕を残すため必ず開けておきましょう。今2ブロック分空いてますけれども、これなら万が一正方形のブロックが続けて落ちてきても回避できるというわけです。おやおや、こんなになってしまったらさあ大変ですって、何か NHK のアナウンサーみたいな喋りになってますけれどもね、こういう時のポイントは穴の上にブロックを積み上げないようにすることですね。無理な形でブロックをこじ入れると、いつまで経ってもこの状況は解消できません。時には消さずに避けることも大切なんです。地道にワンラインずつ消していきましょう。はい、なんとかなったみたいですね。はい、それでは超ハイレベルでのプロのテクニックを見ていただきましょう。こうなってくるともう反射神経の勝負ですね。
たとえプロといえどもテトリス狙いなどはせず地道に消していきますですね。このテトリス2プラスボンブリスはアーケード版などに比べると落下スピードそして固まる時間も若干早いんです、非常に高度なテクニックが要求されるんですけれどもね。ブロックが左右に回転した時の形をしっかりと頭に叩き込んでスライドさせるように落とし込んでいきましょう。同時に目線は次の落下ブロックをチェック。この瞬間的な作業こそテトリス必勝法への道なんです。というわけで最後に格言をちょっと披露したいと思います。無理やりはめて慰謝料を取られる30歳。あ、すいません。これまでですね、ゲームの過去をずっと振り返ってきたわけなんですけれども、そのゲームの近未来を予感させる先鋭的スポットをレポートしてみたいと思います。今私がいますのはね、都内の先端クラブなんですけれども、ここでゲリラ的に行われているのが東京ゲーマーズナイトグルーヴというクラブイベントです。このコンセプトはですね、テレビゲームをみんなで遊んじゃおう、そしてかっこよく遊んじゃおうっていうね、ムーブメントなんですけれども、そんなとんがったゲーマーたちにですね、使われている未来ツールもちょっとここで紹介しておこうと思います。これなんですけれどもね、手軽に大画面でゲームができる世界最小の液晶プロジェクター PDV7 です。こういう遊び方、そしてこういうゲーマースタイルもいいんではないかと思う今日この頃です。レポーターは渡辺浩二でした。というわけで、ファミコンパーフェクトビデオどうだったかな。たった10年間を振り返っただけでもこのボリューム。ということはこれから先10年もまた楽しみってことだよね。期待してますよ。さーて、そろそろお別れの時間が来ちゃいました。今後も GTV をよろしくね。それじゃあ次回会う日まで。